こんばんは、力丸です。今日は DJI ポケット2のハイパーラプスモードで福岡市都市高速のドライブを撮りました。ご存知の方、この動画見てる人は多分多いと思うんですけども、一応念のためにラプス撮影というものについてお話しするとですね、普通のいわゆる動画と言われるものではなくて、パラパラ漫画みたいに写真をつなげた、ような動画といったものなんですけれども、なんで、動画を早回ししても同じような効果は得られるんですけども、やはり写真を1枚ずつつなげた方が高画質になりやすいというところがありますし、動画だと明るい場所で ND フィルターがいるという問題があるんですけども、今回はなぜいるかっていうのには省きますけれども、あくまで写真なので ND フィルターがいらないという点が利点があるんですね。で、この DJI ポケット2については、僕にとってはお手軽運用なので、わざわざ ND フィルターをつけたりとかいうことはしないですけれども、つける方もいらっしゃるみたいですね、こういったものにも。今回はとりあえずラプス撮影だからそもそもいらないと。で、ラプス撮影には何があるかというと、タイムラプスとハイパーラプスとモーションラプスが大きく3つあって、大まかに言うと、タイムラプスはカメラが固定で向きも固定で、間隔を空けながら写真を撮ってそれをつなげるというやり方で、ハイパーラプスはじゃあ何かというと、カメラを持って移動しながらずっとその光景を1枚ずつ間隔を空けながら写真を撮って最後にそれをつなげるといった撮影を。で、じゃあ最後のモーションラプスは何かというと、カメラ自体の位置は固定なんですけれども、何らかの機械的な方法で徐々に徐々に向きを変えながら写真を1枚ずつ撮っていって最後につなげるといった撮影のことなんですね。ちなみに DJI ポケット、今使ってるんですけど、 DJI ポケット2では3つともできます。で、今回のドライブのラフス動画は、自分が動いているような状態なのでハイパーラプスで撮ったんですけれども、一応ですね、移動しながらと言いつつも運転中なので車に固定ではあるんですよね。で、車が勝手に向きを変えるわけだから、普通のタイムラプスモードでできないこともないんですよ、実は。だけど、その普通のタイムラプスだとですね、圧縮がむちゃくちゃきついんですね。設定だと最短でも0.5秒に1回しかできないんですね。もっと、間隔短く写真を撮るということができない。0.5秒以上短い、0.3秒とか0.2秒とか0.1秒に1枚写真を撮ったりすることができないので、どうしても圧縮がきつい、短い動画になってしまう。実際撮ってみたら分かることなんですけど、今回高速道路での移動なんですけれども、見せたい景色とかもあっという間に通り過ぎてしまうんですよね、それだとですね。なんで、やはり移動しながらの撮影となると、やはり特化されている、ハイパーラプスモードの方が移動しながらの撮影には向いているということになります。そのとこですかね。今回はちなみに、この機械の中で言うと ×5 っていう設定になります。なんで、5倍速の動画みたいな感じなのが、写真のパラパラみたいに表現されるといったところですね。だから実際のドライブの時間の5分の1の動画になるっていうことだと思いますね。で、ちょっと脱線するんですけれども、最近気づいたんですけどね、この DJI ポケット2に小さいモニター、僕も今見えてるんですけれども、実際撮れてる画角とですね、かなり差があります。モニターの画角よりも実際撮れてるものはですね、データは広く撮れてるんですよ。なので、モニターがあまり役に立たないというかですね、参考程度にしかならないんですよ。なんで、撮ろうと思ってモニターを見ながらやってて、
あ、余計なものを写ってるなと思って、そのわざわざ避けたつもりなんですけれども、その避けきれてなかったりとかですね、モニター見てると写り込んでないように見えるのに写り込んでたりとかいうことがよくありました。ちょっとまあ話がそれ始めたんでですね、まあ早速動画に参りたいと思います。